気をつけて。あれはガノンが作った魔物。100年前、私はあいつに。でも、あなたなら勝てる。きっと勝てる。
Thank you.
Thank
Thank you.
Thank you.
よ。うん。ははっ。
リンク、ありがとう。おかげで神獣の放水は止まったぞ。けど、君がやらなきゃいけないことは、ここからが本番なんだろ。幸運を祈っている。ゾーラの里でまた会おう。待ってるぞ。君は最高だ。だったんだね。私思ってた。いつかあなたがここに来てくれるかもって。ガノンに乗っ取られたこのルッタを取り戻しに来たんだよね。
それならまず内部の構造を示したマップを手に入れて。あれがマップの情報が入った誘導石。真珠のマップを手に入れたのね。マップをよく見て。光っている印が真珠バルッタを制御する端末。ルッタを取り戻すためには制御端末を全部起動させないといけないの。頑張って。
残りの制御端末はあと4個か。残りの制御端末はあと3個。Thank you.
残りの制御端末はあと2個。あと少し、もう少し。リーバルトルネード、いつでも OK だ。
残りの制御端末はあと1個。端末はこれで全部。メイン制御装置を立ち上げられるようになった。マップをよく見て。新しく光っている大きな印があるはず。そこへ向かって。だけど気を緩めずにね。きっと勝てる。
ってる。さあ。
ありがとう。おかげで私の魂は解放されて、このルッタも取り戻せた。でも昔のように遊ぶのはもう無理みたい。治癒の力も魂だけになった今の私にはもう使えない。だからあなたに託すね。私の力、ミファーの祈り。昨日までずっと泣き続けてた。魂だけになってここに囚われて、これから永遠に一人きりなんだって。だけど今日あなたが救ってくれて、こうしてもう一度会えた。そしてこれからは私の力があなたの助けになれる。だからもう大丈夫。じゃあ行くね。私とルッタのお役目を果たさなきゃ。あなたがあの城でガノンと戦う時の援護、今度は失敗しないから。リンク、あの人を、姫様を助けてあげて。私はリンクの役に立てる。あの人がハイラル城で厄災ガノンと戦うとき、助けてあげて。あなたの一撃でできるだけガノンの力を削って、それがリンクにしてあげられる最後の助けだから。ガノンを封印できたらハイラルに平和が戻る。あなたと私も役目を終えられる。お父様、お元気かしら。私、わがままばっかりでいっぱい心配かけて。できればもう一度会いたかったな。
リンク、リンク、ありがとう。あなたのおかげで、すべての神獣と英傑たちの魂が解放されました。彼らは待っているでしょう。あなたがハイラル城でガノンと戦う時を。そして、私も待っています。